おはようございます。本日5月7日5時55分の相場解説になります。これ日足なんですけども、ずっと申し上げているようにですね、106円、105円、104円の方向に、セルの方にね動いていくということだったんですけども、この3本のアリゲーターライン、移動平均線がですね下の方に向かって緩やかに広がっていってますよね。まあ、ですので方向としてはやっぱりこう下目線なわけですよね。セルの方に向かっていると。でここにゾーンを引いてます。黄色い線ですね。こちらの方をここからですね、破って下に行った時からここで N 字を書いていくということで、ギザギザしながらやっぱりね、まあ、あのセルの方向に向かっておりますね。これがデイリー大きな流れです。で4時間の方を見てみましょう。4時間の方を見るともうね、懐かしいと言いますか、ここに当たって上に行くと。で、ここに当たって、上に行くんではなくて、ここを突き破りましたね。まあ、レンジをどうこう言ってたのが、これ懐かしいですね、この辺ね。で、ここから下がり目で、次の力点がこちらになりました。ということで、このゾーンを新たに引いたわけなんですけども、このゾーンを破って、さらに下に行くときに、ね、新しいレンジがここにできてまして、うまい説明ができなくてすみませんね。で、またさらにここが破られて、まあ下に行くということになってますね。で、トータルで見ると大きな N がこういうふうにできているってことですけども、この流れは確認できたでしょうか。やっぱね、ここで跳ね返ったところがね、このゾーンに由来してるっていうところがポイントです。このゾーンが引けると、結構エントリーのタイミングっていうのは作りやすいかなってところですよね。で、1時間の方に移行してみます。さらに細かく見ていきますよ。はい、線が何本か引いてますけども、ちょっと前に私こういうこと言いましたよね。ヘッド&ショルダーみたいなのがここにあるよと。これはね、わかりやすいようにヘッド&ショルダーって言葉使いましたけども、別にこれがヘッド&ショルダーなわけではないんですよ。右肩上がりのね。ただ言えるのは、こちらのポイントです。ここに線引いてますけども、これね、ここをブレイクしたら、あとは下がるっていうところですよね。こうブレイクして、ここに当たってですね、まさに。で、ここからまたグーンと落ちていってるわけなんですけども、その時に、その時にできた補助線がこちらですね。こういうふうな右肩下がり。で、こういうふうな右肩下がりと。まさに、この間を縫って下がっていくということになりますね。で、日足でもお話したんですけども、106円、105円、104円というふうにね、下がっていくよと。あと106円の550を割ると下の方に行くっていうお話したのが、まあ先週だったと思いますけども、まあこうやってね、いつものように N を書きながら、右肩下がりの方向に向かっていってるということですね。まあだから、利益を取っていこうと思うと、どっちの方向に向かうのか、大きな流れね、日足で、倍の方向に向かうのか、セルの方向に向かうのかってことが、まずは大きな流れ見ていかないといけないんですけども、まあ支配波っていう考え方もありましたけどもね、より多くの時間軸、まあ私は1時間がエントリーの時間軸なんですけども、4時間とか日足っていうのが、もう1時間を支配してるわけなんですよね。ですので大きな時間軸の流れ、もう一回見ますよ。日足は下の方に向かっていますよね。これ4時間を支配してるわけですよ。で4時間は下の方に向かってますよね。こうね、下の方に向かっていると。で1時間を支配してるわけですよ。で、1時間、これもう明らかにこちらの方に向かってますよね。まあ、ですんで、これからも、セルの方でね、仕掛けていけば取れるんではないかなと思います。ただしですね、今106円、ジャストに近づいてます。106円から105円に向かっていくところで。で、そうなると、切り板と言いまして、106円の、まあ、025もそうなんですけども、106円の000で予約をかけている、そういったね、勢力があることが考えられるわけですよね。まあ、ですんで、まあ、ポジションを外すんでしたらね、
やっぱ106円のジャストとかのちょっと手前とか、106円の025とか030とかね、035とか、この辺で一回ポジションを手放してですね、で105円台になったらまた入り直すっていうのがいいと思いますよね。これなんでかっていうとね、例えば105円の線がここだとするじゃないですか。これね、例えばですよ、ここに105円があるとしたらと、この辺りでね、予約をかけて一旦上に向かうことが考えられるんですよ。で、その時についでにもうね、上に上がりっぱなしになることも考えられます。そういう意味でこの辺でポジションを手放しておいた方がいいです。105円の前のこの切り板でね、105円じゃない、106円ですか、106円000の手前でちょっと手放した方がいいです。で、もし105円台に入るようでしたら、今度ね、こういう風に跳ね返っていくんですよ。いつものパターンですよね。そしたらやっぱり105円の、まあ、995とかね、990あたりで入っていくと、そこからの下がり目を取れるってことになりますね。はい、これよく覚えておいてくださいね。来週あたりこの現象がもし見られると思います。105円台に入るようでしたら、まあ入ると思いますけども、この現象 N を書くところが見れると思います。それでは本日は以上です。